はい、皆さんこんにちは、ポールです。今日はですね、ちょっと変わったあの動画になるんですけど、あのネットフリックスとビームスが最近コラボグッズを出したというところで、あのちょっと公式オンラインサイト行ってどんなグッズがあるかね、具体的に見ていこうかなと思ってるんですけど、あの本当このビデオオンデマンドのサービスとファッションブランドがコラボするなんてあまり聞いたことないので、すごくワクワクしておりますが、ちょっとね早速じゃあ公式オンラインサイトの方見に行ってみましょう。はい、じゃあね早速やっていきます。こちらビームスのね公式オンラインサイトですね。世界初ネットフリックスとビームスのコラボレーションアイテムが発売。5月26日、190カ国以上で利用されている世界最大級の動画配信サービスネットフリックス、今回ネットフリックスとビームスが世界初のブランドコラボレーションとなるネットフリックスビームスコレクションを発売します。また発売同日に配信となるネットフリックスオリジナルアニメシリーズエデンとコラボレーションしたエデンビームスコレクションも同時発売。常に新しい文化を作り続け、世界中を楽しませたいという共通点から生まれた2コレクションをビームス公式オンラインショップにて先行発売します。どうぞご期待くださいというところで、あれなのかな、もしかしたらオンラインショップが先行ってことは店頭での販売もあるっていう感じなんですかね。で具体的にはこんな感じっていうのが、写真がね何枚かあって、結構こうかっこいいお兄さんやお姉さんが、何なんだろうこれは、枕みたいなやつがあったりとか、結構ねいろんな感じで紹介されてるって感じなのかな。本コラボレーションアイテムを通じて自宅での時間を楽しんでほしいという思いから生まれたウェア&グッズや、ネットフリックスを見る側も制作チームの一員と感じてもらえることを意識した T シャツなど全13点を発売します。でこっちがあれかな、ネットフリックスオリジナルアニメのエデンとのコラボ系のグッズになるのかな。エコバッグとかあったりするみたいですね。ネットフリックスビームスコレクションですね、こんな感じなんだね。これさっきと同じことが書いてあって、13点こんな感じになってますってとこで、これは無地の T シャツというか、まあ胸にこういうのがついてるような T シャツで、ほとんどもう完売しちゃってるんだね。2枚入ってるような感じなのかな、白と黒で2枚入ってるような感じですかね。でこれがディレクター、これシャツかな、単純に T シャツがいろいろあると。他にもこれは何、あー再生のね下のやつがあるような、でここにはちょっと Netflix のロゴが入ってるような T シャツですね。いやなんかすごくいいですね。なんか個人的にはね、あまりこう洋服に興味がないっていうのもあって、少し高いんじゃないのなんてちょっと思っちゃったりはするんですけど、まあ T シャツ5000円くらいって普通なのかな。僕はね結構その無地の T シャツ3枚履いてるやつとかばっか買ったりするんで、あんまり、あーすごい大きくネットフリックスが背中に入ってるような感じかなこれは。うん、まあでもこういうのいい機会にちょっと買ってみるのもいいね。これはネットフリックス、あ、何これリモコンかな、あ、こっちにあるか、あ、リモコンだね。リモコンの絵にネットフリックスが書いてあるような感じか。結構良さそうだねこれも。これはでもまだほとんどのサイズがまだ買えそうですね。でまあ T シャツが4種類、まあ5種類くらいあって、あとスウェットかなこれは。あ、これかっこいいですね。でもちょっと季節的にね、今後の季節ちょっと着れるのかみたいなところはあるんですけどね。あ、これはこう袖のところにこういうのが入ってるって感じ。後ろはね何もない。8250円、うん、まあでもスウェットだったらそのくらいなのかな。これズボンかな、スウェットのパンツって感じかな。上下セットでね、あ、もう寝巻きいいね、これ着ながらネットフリックス見るみたいな、いいですね。でこれが、これはショートパンツかな。あ、ここが赤い、これちょっと可愛いですね。完売しちゃってるもんね。あ、これ結構いいですね。夏には結構履けそうだし、家で履いてても外で履いててもそんなにあれなんじゃない、変な感じはしない気がするけどね。ナイロンなんだ、ナイロンのショートパンツ、バーベキューの時とか良さそうだなとかちょっと思いました。あとはキャップかな。キャップはまあこれはネットフリックスのロゴが入ってるだけのキャップなのかな。あ、後ろに一応ビームスネットフリックスっていうのが記載されてるみたいな感じかな。で一体これはなんだ、ネックガター。家ではヘアバンドに、外出時はマスク代わりにもなるアイテム。どういうこと、ちょっと待って、これは全然わからない。タオルみたいなことなのかな、ネックガーター、ネックウォーマーみたいな感じ、ちょっとこれはわかりません。使い方がちょっとイメージできない。あ、すごい、これあの映画館でもらえるようなトレイみたいなやつだね。ニーレストトレイ、
あ、こうビームスネットフリックスとこう描かれてて、あ、いいですねこれ、こう映画館気分でネットフリックス楽しめますみたいなね、お家ですごくいいんじゃない。あ、5000円もするんだ、ちょっとこれは買えないかな。5000円はちょっと厳しいですけど、まあこうコラボのものって高かったりするのが普通なのかな。ちょっと洋服のこと自体ね詳しくないからちょっとコメント控えたいところ。これはビッグクッション、あ、いいね、クッションいいね。どんぐらい大きいんだろう、これ、この人とかこのくらいの大きさですっていうことなのかな。あ、裏がビームスで表がネットフリックスみたいな感じのクッション、あ、クッションいいけど、クッションも7000円とかするんですね。ちょっと金銭感覚がわからなくなってきますねこれ。で最後がネックピローかな、これは、これ飛行機とかでも使えるようなやつだよね多分。あ、でもお家でねソファーとかにもたれかかって見るときとかにこういうのがあるとね結構楽だったりはすると思いますけどなんかすごく高いね、なんか難しいな。ちょっとね一旦これで全13商品かな見ていったんですけど、まあ、ちょっとね個人的にはですね、どれかな、まあ T シャツかこの辺のスウェット系はいいなって思いました。あとキャップも結構いいかなと思いますけど、結構僕これお気に入りですね。うん、すごくいいですよねこれ。なんかこうあんまりね目立たない感じがすごくいいなと思いますけど、まあ結構完売しちゃってるって感じなのかな。はい、そんな感じでね僕はこんな感じで今紹介していきましたというところで、実はですねこういいなとか言いつつも僕これをねさっきね買ったんですよ。なのでこれ到着したらね着てみようかなと思ってるんですけど、まあもしね吉祥寺あたりでこの T シャツ着てる人がいたら僕なんじゃないかなと思うので、ぜひね声かけていただきたいなと思います。はい、そんな感じで今日はちょっと変わった動画なんですけど、そのネットフリックスのとビームスのねコラボのグッズが販売されたってことでちょっとね紹介みたいなとこしていきました。なんかこうやってね洋服とか僕みたいにね興味がない中、こう映画とかこうコンテンツが好きな人でもこういう T シャツだったりとか洋服ね買ってみたいななんて思えるきっかけにもなるなと思うので、なんかこういったコラボすごく個人的には嬉しいなと思いました。またね今回オンライン先行販売って書いてあったんで、まあ今回ねもう売り切れて買えないよみたいな人は店頭販売がもし貸したらあるかもしれないので、結構ねニュース等をね情報いろいろと耳をね傾けておくといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでね今日ちょっと特殊な動画になりましたが終わりにしていこうかなと思います。どうもありがとうございました。松屋のカレーうますぎ。